オフィスで快適に過ごすための新製品を一堂に集めた展示会が今日から東京ビッグサイトで始まりました。注目はセキュリティグッズです。展示会では国内外のメーカーおよそ1500社が出展し、エコ商品やオフィス家具などの新製品を紹介しています。中でも注目を集めていたのが、主に企業の安全管理担当者を対象にしたセキュリティグッズです。こちらにはなんと万が一に備えた火災脱出用のスーツが展示されています。世界初というオフィスビルで火災が起きても脱出できるこのスーツは1600度の熱にも耐えられ、一酸化炭素を含む煙の中でも30分間呼吸が可能だということです。特徴としては非常に着やすく、脱ぎやすい、で動きやすいというところにあります。高層ビルにで働いている方、あるいは高層ビルのマンションに住んでらっしゃる方のに用意していただければと思っております。展示会には他にも新型インフルエンザ対策のミストシャワーや、使用済みの紙を裁断してリサイクルする環境にも優しい静止装置など、オフィス向けの守れる製品が多数展示されています。この展示会は9日まで東京ビッグサイトで開かれています。